危なかった。今ちょっとお亡くなりになるかと思った私。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、なんか私の真後ろでびっくりマークが出とるけん、お、座っているじゃないか、すげえ。なぜそっちへ行った？え、なになになに、なんか超離れられたんだけど、何事？アイナ様、魔物を追い払うそのお姿、なんと勇ましい。なんだろう、バグだろうか。新しい旅の扉も手に入ったのですね。ちょうどよかった。これもルベスの導きでしょう。なんか玉座の前にさ立ってさ話しかけたら、なんかヒエって感じで逃げられたんだけど。アイナ様は私が以前夢に現れたルビスからお告げを受け、このララトームに向かう三賢者を探しているとお伝えしたことを覚えていますか？覚えてる覚えてる、ついこの間聞いたもんね。そんな、ひどい、お忘れになってしまったのですね。忘れてないよ、なんでそれ前提なの。ルビスによれば、竜王を倒す鍵となる道具を作るための素材を持った三人の賢者がルビスの求めに応じ、このララトームを目指しているらしいのです。そこで私はアイラ様がお城の設備を作ってくださっている間に、ムツヘタ、ラスタン、そしてオーレンに三賢者の情報を集めてもらっていたのです。彼らに聞けば、三賢者が今どこにいるか分かることでしょう。今どこにいるか、すげえな。アイラ様、この地を目指しているはずの三賢者の行方を探し、ここに連れてきてください。目指しているはず、サボってんじゃない？おお、そうでした。道に迷うことがないように、どうかこれをお持ちください。導きの玉赤を手に入れた。なるほど。なんだなんだ、座り直し、座り直しじゃないんかさ。え、ってことで何、三賢者を探しに行けばいいんかな。なんか、お、あと一人はどこ行った。なんかみんなびっくりマークついてんやけどさ、三人が居場所を知っとるって言ったよね。おお、アイナ、姫から話は聞いたか？なぜ呼び捨てだ。精霊ルビスの命で、このララトームに向かう3人の賢者ってのがいるらしいんだが、ここに向かっているっていう割に、待てど暮らせどやってこなくてな。そこで姫のご命令を受け、お前の留守中に行方を探していたのだが、うわ、もはやお前だし。ようやくそのうちの一人の居場所が分かったのだ。どうやって居場所が分かるんやろうね。てか居場所分かってんなら、連れてこいよ。頼んだぞ、アイナ。コンパスをよく見て、その賢者連れを探したし、このラウトームに連れてきてくれ。コンパスに目的地が表示された。おお、まあ多分あれだよね、今回設置したこの扉の先なのだろうから。じゃあ出発してきます。旅立つ。ほい、で斜め左。あ、一応この辺何回か素材を取りには来てるんだけども、まあ、あの、でっかいモンスターがいたり、骸骨がいたりで、まあ大変だね。大変だね。人事じゃないけど。なんかね、他の大陸の骸骨ってさ、結構楽勝で倒せよったんやけど、うおー、出たよ。この大陸の骸骨強くないっすか？まだ斜め。ん？てかあれ、なんて言うん？川の方行ってない。あー、骸骨出た出た出た。もうなんか多分色が違うんだろうけど、うわー、いっぱいいるよー。色が違うんだろうけど、あの種類の区別が私にはよく。あっこ休めるんじゃない？ね、休めそうな場所ある。骸骨とかおるけども、おるけども、ちょっと待って、土でちょっと周りを囲ってね、周りを囲って、よいしょ、休めるように部屋が完成した。ててーん、やったね。ちょ、一旦寝とこ。一旦寝とこ、いきなり。ほい、おはよう。でもきっとモンスターはその辺に普通にいるんだろう。ちょっと待ってね、薬草にして。え、でどこ行くのこれ。普通に渡るんか。ちょっと待って、これ多分毒の沼だよね。ってことはだ、ちょ、土を使って渡っていった方が多分いいね。待って、あいつ私に気づいただろう。うわ、やっぱり。ダメダメダメ。じゃあちょっとここから、渡って行きます。さあ、私に気づかないでおくれ。誰かピキーンって言ったね。追いかけてくんなよ。
ちょっと待って、毒攻撃とかもダメだから、それ絶対毒でしょ、だって君ドロルだもん。いや危ない危ない。え、どこ、まだじゃん。あ、そこそこも毒の沼ですわ。沼ですわ、なんもおらんけど。ちょっと待って、とりあえず怖っ。渡ります。渡っていったら何かわかるだろう。ちょ、くんなし、くんなし、マジで。はは、よし、初めて枯れ草の種を手に入れた。よし、ん、なんかおるおる。お、あれはシスターだ。あれだね、 L 以来のシスターじゃない。鋼の剣でいいのか。どうもどうも。おお、おお、私としたことが、なんという、なんということでしょう。精霊ルビスのお告げを受け、リムルダールの地から、ラートームを目指してやってきたというのに、あの方にお渡しする大切なものを、魔物に奪われてしまうなんて。ここにある魔物の層を破壊すれば、なんとかなるものを。めっちゃ説明口調なんですけど。おお、そこの旅のお方、これを差し上げます。どうか魔物の層を破壊してください。薬草5個手に入れた。毒消し草5個手に入れた。満月、あ、これね、懐かしい。リムルダールの時に、これ私ずっと満月丸満月丸って読みよったんやけど、まあ、コメント欄で、あの、セイロガンとかもあるし、満月ガンじゃないかな、みたいなことを言われたので、とりあえず、満月ガンって呼んでいきたいと思います。多分そうよね。ガン役やし。天使の着付け役を5個手に入れた。何、雨雲の杖を取り戻してください、取り返してください。雨雲の杖、待って、破壊らしいけん、とりあえず薬草大金槌で。雨雲の杖ってさ、リムルダール編の時に空を晴らしたやつじゃない。あ、あれやん、巣。なるほど。え、なんかめっちゃ現れたけど、なんか現れたけど、え、なんかめっちゃ現れたけど、予見なし、予見なし。お、一発じゃんこいつら。えーい、来た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 、一発だよ。ちょ、やっつけといた方がいいね。じゃあ、初めてしっかりした草を手に入れた。なんだと、毒に侵されただと、ふざけんなよ。よし、オッケー、傷薬ゲットした。何これ、ツタ。えー、なんか来たよ、なんか来たよ。あ、こいつも一発じゃん、よかった。とりあえずなんか一発のやつらが、こいつらもリムルダールの時に現れたよね、あのリリパッドの里で。確かこいつらの巣を私は破壊したんだ。待って。ちょっと、あそこにも巣がある。さあ、破壊破壊。なんか来た、なんか来た。何、何、何。え、なんでもありっすか。なんでもありっすか。混乱した。怖い。混乱はちょっとやめてくれ。ちょっとじゃない、だいぶやめてくれ。さあ、あ、よかった。見つけた。もう湧いてこないよね。あ、よかった。治った。あの、逆向きに動けば、とりあえずは大丈夫みたいだけども。まあ、その点は、普通のドラクエに比べたらだいぶいいよね。普通のドラクエは、本当に、自動だから、あー、また来た、また来た。ちょっと、現れすぎです。超混乱してる、超混乱してる。危ない、危ない、怖い、怖い。誰、誰、誰。めった打ち、めった打ち。あ、とりあえずなんか一つだけ、あの巣を壊せたと思いますけども。何、大丈夫、私混乱したよ、落ちそうだよ。はいはい、回復回復。あー、やばい、そっちじゃない、あの、そっち。あー、怖いよー。そろそろ私混乱大丈夫、大丈夫だね。これは危険な気がする。一旦降りようか。うん、一旦降りようね。私毒の、あ、ここまで戻ってきてしまった。マジかマジか。暗くならないでね、とりあえず暗くならないでね。なんかすごいめっちゃ攻撃されてるけど、え、てかあれどこに行けばいいの。あ、てか巣を壊せばいいんだよね。そうだよそうだよ、巣を早く破壊しないと。え、あいつらはいらん、いない。あ、そこにいるんだね。でもまあそこまで行ってんなら、まあこっちには来ないだろう。うわ、いっぱい現れたよ。でもとりあえずもうあいつは来ないでくれ。とりあえずあのモンスターが来なければきっと大丈夫。今度はこいつらがいっぱい大量に現れてる。え、待って、なんか巨大なモンスターが現れたんですけど、
ちょ、こいつ鋼の剣でしょ。待って、鋼の剣、はい、これでやっつけよう、やっつけよう。ちょっと定期的に薬草を召し上がらなければ。あ、やってられない、やってられない。ちょっと待って、はい、回復。ちょ、お前ら邪魔、ちょ、お前らふざけんなよ、殺すよえ、なに、ちっちゃいの現れた。なんかちっちゃい蚊に現れたよ。こいつから生まれたの。もうどういうこと、どういうこと。とりあえずもうこれゴリ押しで行くしかないよね、多分。寝そうでしょ目の前で薬草を食べるやつ。待って、なんか、超増えてんですけど、何事。いや、マジで薬草何個あっても足りない気がする。何、なんかカニの爪が、初めてカニの爪を手に入れたけど、危なかった。今ちょっとお亡くなりになるかと思った、私。ちょっと待って、ちょっと一旦避難させて、一旦避難させてね。あなた降りてきたりします？ちっこいのが降りてきた、めっちゃ降りてきた、めっちゃ降りてきた。ちょっと待って、とりあえず君らやっつけるわ、私。うん、とりあえず君らやっつけるわ、私。よしよしよいしょ。どう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 、なんか現れたよ。次々現れるんですけど。発音おかしいし。ちょ、はいはいはい。はい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 。どうどうどう、やっつけれてる、私。やっつけれてます、私。はい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 。ちょ、ご利用しで行くよ、私。とりあえず自分の体力もきっちり見とかないと。いや、何してんの、私。ちょっと待って、はい、回復回復。ああ、よかった。回復できた。あとちょっとかな。とりあえず何、あとちょっとですか。はい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 。ご利用しで行くしかないもん、もう。もうもうもう。はい、ちょっと待って、回復するから。ああ、よかった、オッケー。これで、なんか下に。毒とかもういいよ、君。ちょっと待って、ギリギリのとこいたら落とされそうな気がする。はいはい、なんかカニの爪いっぱい。ちょ、待って、とりあえずアイテム、危ないって。やめてよ、落とすのとか。暗くなりそう。ちょっと君降りてきて。もういいから降りてきてよ。こいつやっつけれそう。はい。はい、やったー。ちょっと待って。何？そんな鉄壁の守りみたいな、いいから。はいはいはい。あとちょっとでしょ？はいはい。いけるいける。おっしゃー、巨大なモンスター倒したー。よっしゃ、何これ。あ、雨雲の杖手に入れた。手に入れたはいいんだけど、すごい暗くなってきちゃった。とりあえずちょっと、あの、あれだね。画面が見づらいんで、一旦ちょっと休みに戻るね。いる、ちゃんと。なんか毎回思うんだけどさ。あ、おった。見えないんだよ、君。ああ、よかった。よくあれを乗り越えられたわ、私。魔物の巣を破壊してくださったのですね。助かりました。本当にありが。アイナ様。あなたはアイナ様。おぉ、なんということでしょう。エルじゃん、本当に。マジで？実は精霊レビスからお告げを受け、竜王を倒す準備を進めるアイナ様のために、とある大切なものを届けようと、ララトーモに向かっていたのですが、てかさっきまでさ、顔も見てなかったのに、おう旅のお方とか言ってたの。魔物たちに襲われ、奪われてしまって。え、なんですって？雨雲の杖ならもう取り返したと。おう、さすがはアイナ様。それこそ私がアイナ様にお持ちしたもの。なんでもそれは、虹の雫という道具を作る鍵となるものなのだそうです。もちろん雨雲の杖を差し上げます。時が来るまで大切にお持ちください。え、てか、三賢者の一人なの、エール。すげえな。アイナ様、私も一度、ララトームの町にお連れいただけませんでしょうか。微力な私ですが、ほんの少しでも竜王を倒すアイナ様のお役に立ちたいのです。おー、エールが仲間になった。やった。ってことで、じゃ、キメラの翼で帰れるかな。キメラの翼を使って拠点に帰ります。おー、やったねー。てかさ、エルが小柄だから私なんかめっちゃ顔でかく見えない？よし、帰還。おー、ありがとうございます。ということで、ちょっとなんか他のやつと話しかけてしまいそうだからさ、あなたちょっと単独行動してくれないかな？そっち行くの？はい。
おー、アユナ。エルのドアップ。おー、アユナ。三賢者のうちの一人を連れてきてくれたのだな。三賢者だってエル、かっこいい。ふん。あれがリムルダールに住むエルという修道女か。お前はあの女性と一緒に薬を開発し、病と戦っていたというのか。あのように美しい女性とそのようなことを。それは羨ましい。羨ましいぞ、アユナ。私も女なんですけどもね。リムルダールを支配していたヘルコンドルもお前が倒しただと？冗談は顔と体と手足だけにしてくれ。すべてじゃないか。私の存在が冗談ということだね。大工に毛が生えたような存在のお前が、そのような巨大な魔物を倒せるはずがないだろう。エルに聞けよ、エルに。ましてやお前が竜王を倒すなど、へそが風呂を沸かす勢いだぞ。はっはっは。どんだけだよ、茶ぐらいにしとけ。それはそうと、三賢者が持ち寄る道具があれば、竜王を倒す道ができるらしい。あとは竜王を倒す装備が整えば、ビルダーとしてのお前の役目も終わりだな。小さな体で責務を果たすのは辛かろうが、もう一踏ん張り頑張るのだぞ。なんかこいつの、なんか上から目線がすごく腹が立つ。薬草ゲットー。ってことでこれでエルが仲間に。おお、なんということでしょう。ここがララトームのお城。どこもかしこも、アユナ様らしい素敵な建物やお部屋で溢れていますね。ありがとう。でもここは結構さ、もう部屋の場所が決められてたりとかするんだよ。さすがはアユナ様です。あなたのお力なら、竜王も必ず倒せます。もう、エル大好き。さっきのやつに言ってやってよ。え？もちろんアユナ様が竜王を倒しに行かれるのですよね。ね、ね。かわいいね。今のこのアレフガルドの世界で、あなた以外に竜王を倒せる者がいるとは思えません。アユナ様、最後まであなたのお力にすがって申し訳ありませんが、どうか竜王を倒し、この闇に閉ざされた世界をお救いください。薬草を20個手に入れた。お、すげえ。やっぱり大量にそういうのを持ってきてくれてるんだね。手土産ですか？はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。三賢者の一人がエルってことは、もしかして残りの二人も、今までに出たことのあるキャラクターっていう可能性が、強いということだね。めっちゃワクワクしてきた。